続きだ、いくぞ。まずは現代に帰る。現代に帰ってフレイヤさんをジジイのところに預けに行くってところだけど、どうなのかね。いや、それもそうなんだけど、ステスロスだっけ、ユニットが2つ手に入ったので、またちょっとこう新たな機能がね、ちょっとどうなるのか楽しみでしょうがない。 OK、 それはそうとね、ちょっとどうなんだろう、まだね気になるところがあって、なんだったっけ、病気、伝染病、サハギンになっちゃうみたいな、それがねどうなんだろう、ちょっとまだ先になんのかな、そのね解決が。結局なんか一つ課題っていうか残してきちゃったけど、いいのかな。まあいいか。よし、いいね、すごくこの神殿の音楽もねすごく好き。よいしょー、さあ行こうか。ステスロスに浄化マシンを取り付けた、駆動エンジンを取り付けた。 OK、 飛べるの、発進はできないのか。セット完了。はい、飛べる、飛べない。オプション浄化マシン、あれ使うことができないな。なんかこの辺に浄化マシンってなんだ、なんかあれかね、状態上、あ、なんかトイレ、これトイレじゃねえこれ、完全にトイレ、和式便所。え、入っちゃったよ。あ、用足したのか。まさかこれが浄化マシンじゃねえだろうな。そういうことなの。状態上回復とかそういうことなのかな。いやー、ちょっとわかんないっすね、浄化マシン。あ、わかった。多分モンスターから人間に戻すのかな、人間というかこの初期のエスパーとか人間とかに戻すのかなっていうのも、なんかサハギンの伝染病の村で、過去ワープ、これで現代戻るんだっけ。はい、なんかこの浄化マシンでも元の姿に戻れないみたいな言ってたからね。えだからもしかしたら人間に戻すのかな。よし、プレイヤーを長老に預けに行くぞ。はい、知ってる。長老、この子を預かってください。プレイヤー、過去の世界で魔物にさらわれたのを助けたんです。そうじゃったか、この町の子供たちも用心すればならんな。よし、任せておけ、引き受けよう。ありがとう長老。なんでこの現代に連れてきてこの長老に預けてもらおうって思ったんだろうね。いや、過去に置いてくればダメなのかな。そういえばイレムのクロノスが何か手がかりを見つけたようじゃ。はい、わかりました、行ってみます。あー、またイレム行くのな。はい、プレイヤーなら元気じゃよ。あの子の強い魔力はいずれ町を救うやもしれん。いや、ちょっと連れてきてーなー。はい、結局4人か。ディオール、僕も隣んちの暖炉の奥にあるバトルトレーナーで鍛えたら強くなるかなー。ネメシス、お兄ちゃんまた会えるよね。まあ何回も帰ってきてるからね。まあいいか。ちょっと待って、宿屋泊まりたい。宿屋に泊まろうぜ。泊まる。あとはいらないもの売りたいっすね。違う、これはカフェだ。魔法屋でもいいけどね。魔法屋でもオッケー、買ってくれる。コサージュいらん、二枚刃もいらん、スパークもいらん、サモン、あ、オッケー、サモンはこれ誰覚えられるの。シルいける、あ、ダメか。じゃあ主人公だな。よっしゃ、行こうぜ。じゃあまたクロノスのとこ行くか。なんかこの辺情報変わってる。あ、変わってねえな。時
に状況は変わってないね。だね、オッケー。よし、行こう。ういー。魔法を、あ、違う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 。あ、ちょっと待って、サモンちょっと使ってみたいね。今回無音じゃなくてサモンでちょっと行ってみようか。サモン。おお、完全に泡。完全に泡です。アンコウ。アンコウですよ。高級食材。シーモンク。いや、強いな。なかなか強いな。深海魚。まあ、そのままだな。いや、強い強い強い。え、強くね？どうなんだ？アンコウ鍋にしてやるぜ。いや、強いな。ちょっと待って、ちょっと待って。なかなか大変だぞ、これ。はい。よーし。ちょっと大海原に出るのは危険かな。43。まあ、レベルは上がりやすいけど、いや、でも上がらねえな、これ。370ぐらいでしょ。380ぐらいか。ちょっと40いくらの経験値。まあいいか、いいか。そんな距離ないしね。オッケーオッケー。よし。ふい。さあ、来たね。クロノスさん。クロノスさん。これさ、ちょっといいですか？ちょっと喋らせてもらっていいですか？これ、例えば収録が、例えば仕事がね、忙しくて収録が1週間とか空いちゃったらさ、これ今現代なのか過去なのか、まあこれから未来もいけるようになるかもしれないけど、未来とかさ、ちょっとわからなくなるよね。あれ今俺どこにいるんだみたいな感じで。まあフィールドマップで街とか、まあこう調べればわかるけど、パッと見ではちょっとわかんなくなっちゃうよね。この辺気をつけないといかんな。お、来たな。未来ワープのありかが分かったぞ。本当ですか？南の塔のアシュラという魔物が、わー、もういきなりまたアシュラ来たわ。はい、もう解禁しようだね。おーおーおー、なに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 ？なに？大変です。レイの入り江の様子が変です。分かった、すぐ行こう。君たちもついてきなさい。レイってあれじゃなかった？伝染病の町。なんだ君は一体。そうなんです。おそらく水亀から現れた4匹の魔物のうち、ミロクかカオスのどちらかの城だろう。急がねばならんな。急がねばならんか。これは南の塔の鍵だ。魔物の隙を見て合鍵を作っておいた。すげえな、この人。すごい。ちょっと一緒に戦いませんか？ついてきてくれねえかな。どうやら城の主はカオスという魔物のようだな。はい。じゃあ行くか。行きたくねえけどな。強いんだろうな。ちょっと武器は更新されてるかな。そういうことってある？いや、そうでもないね。そうでもない。うん、オッケー。じゃあ行こう。まあ一応防具屋さんとかも見た方がいいのかな。更新されてたら買った方がいいよね。あ、オッケーオッケー、大丈夫。よし。なんか傷薬、銀の針、コーヒー、とんかつ。金の針じゃねえんだね。銀の針なんだね。ちょっと傷薬買っといた方がよくね、これ。ある程度まとめ買いしてえな。くそ。じゃあ6万までちょっと買おうか。 OK。 よっしゃ。 OKOK。 これ何個？まあ29個か。少なくなりそうだけど、まあないよりはいいでしょう。ないよりはね。ちなみに HP ちょっと減っちゃってるけど、まあ宿屋泊まっていくか。年には年で。はい、宿屋さん。いやー、なんかすごく楽しくこうプレイできてます、今のところは。あ、やっぱ HP の減り具合とか、HP、MP の減り具合
でやっぱ安かったり高かったりみたいな値段変動すんのかな。今回安かったっすよね。どうなんだろう。だから HP だけ回復しても MP 使ってたらお金高いだろうしね。どうなんすかね。よくわからん。よくわからんわ。じゃあまずどっち行ったらいいんだ。まず塔に行けばいいのかな。先に塔行ってあのお城を行くのかな多分。さあさあさあ、この辺の敵はまあ割と大丈夫だと思う。いやそうでもねえな。いやそうでもねえな。強えな。いや普通に強いな。アイアンローズ、はい、クリティカルナイス。いいっすね、いいっすね。なんか割とねクリティカル多めに出る気がする。うん、鼻息効かねえんだよ。効かねえんだよ。ほらまた出た。割とクリティカル出るな。まあ、敵もなんかね結構クリティカルある気がする。51。お金がすごいね。お金持ちになっちゃうね。もうリアルな世界でもこれだけねお金欲しいっすわ。ほんと塔の鍵を使ったなんかあの金の亡者みたいな感じになっちゃうけど。これはあの無音のあった城とまあこの作りは似てるな。触るとやけどで反撃。ずるくない、ずるくない。カウンターじゃねえかよこれ。オッケー、やばい強い。うわずるい。増殖逃げる。ずる、そんなのありかよ。一歩、はい、一歩はあの逃げるっていうね。はい、このルールは今作もやっていきたいと思います。宝箱ないね。大丈夫だよね。 OK。 あれ同じ作りだな。はい、ハリセン、ハリセンで戦えんのか。大丈夫なのかこれ。いやどう考えたって2枚刃とかの方強いでしょうよ。ヌンチャクとかハリセンって。いやまあでもその材質にもよるよな、ハリセンの。うん、材質にもよるか。はい、まあアルミ製とかね。鉄はちょっと重いからな。うん、 SS400 とかね、うん、 S45C とかね、あの辺重いからね。うわ混乱、この混乱対策ってなんかどうにかできないのかな。どうなんすかね。まあちょっとわからんけど。あ、復活した。まあ、ランダムなのか。まあいいか。あんまり深く考えない。えー、オッケー。48。まあ、50ぐらい経験値もらえてるんで、よしとしますか。もう1個ぐらい使ってやるか。ほっ。ほっ。こっちはなんもない。ほっ。さあ、次のフロア行きましょう。はい。まあ、基本見た目変わらないからね、敵の。まあ、微妙に名前が変わってるからさ。ああ、なんか、上位の敵が出てきてんのかなって感じしますけど。まあ、カラーだったらやっぱこの辺、色がちょっと違ってたりとかで、ね、差別化してんのかなって気はしてますけど、実際どうなんだろうね。 OK、 OK、 いいよ。破壊光線大丈夫。まあボスいない、あ違ういるんだわ。アシュラ、アシュラがいるんだもんね。ここにアシュラがいて、あのお城にカオスだっけ
がいるって、あれ？そういう話だったよね、確かね。あ、違いましたっけ？あれ？人の話全然聞いてないっていう。まあまあまあ、いや、行けばわかるさ。行けばわかるさと。普通結び使っていく。惜しみなく使っていくスタイル。OK。あー、支流にも使ってやるか。はい。うわー、ちょっとこれ、歩きにくいな。この辺はちょっと作りが違う。風の石。なになになに、どういう効果があるんでしょうか。ここうまく使えってか。あ、なんだ、下から来れたのかよ。下からこれ、あ、ちょっと待って、先にこいつ、倒そう。混乱付与してくるから、なんか嫌なんすよね。誘惑、うーわ、これ。よりによって人間二人。火力勢がやられた。ブリザードとか、効かねえんだよ、全然もう。人間がブリザード撃ってもさ、逃げる。ダメ。よいしょ。ダイナマイト、やばくない？あれ？これ、あれ？やられた、これ。やられたよ。完全に。わー、これ一つ前のフロアに戻らなきゃいけないパターン。ダイナマイトどうなんだろう？強いのかな？それとも、イベントアイテムではないですよね。多分、このバトル中になんか使うみたいな。そういう感じだと思うんですけど。まあ、ダイナマイトが弱い。うわ！強い。ダイナマイトがね、弱いわけがないんですよ。ちょっと待って、一回逃げていい？ここ。なるべく経験値をばらけさせたくない。まあ、ボス戦で死んじゃったりとかしたらしょうがないっちゃしょうがないんだけど。あ、違う、ケアルじゃねえわ。傷に釣りだわ。なるべくなら足並み揃えていきたい感じもあるんで。よいしょ。うわぁ、しょうがねえな。くそ。あ、でも。あれ？違う。こっちじゃねえわ。おっと。あ、違う。もう、そうか、下行けねえのか、こうか。こうやって、下から、またこのパターンだよ、ほんとによ。もう、めんどくせえな。エアロファイヤー。倒しきれ、さっさと。危ない。うわぁ。ちょっと待って。何気にね、僕、ストレスを感じております。何気にストレスを感じている。よーし。でも、エアロ強かったね。結構なダメージ出ましたよ、今。やっぱレベル2の魔法だからなのかな。こうなるとレベル3の魔法もちょっと楽しみになってはくる。うわー、状態異常、めんどくせえ、マジ。マジめんどくせえ、これ。そしてすぐ戻る。すぐ戻るスタイル。毒の粉。まあだから毒なるわけだよね、これでね。で、毒消し持ってないってパターンだわ。OK、毒消し。毒どうなんだろう。前作はバトル終わると毒は抜けるんだけど、今作は毒引きずるのかな。まあ、アイテム屋さんで毒消しが売ってなかったら、多分、ワンバトルで、多分、ね、引きずらないパターンだと思うんだけど、毒消しあるんであれば、売ってるんであれば、もしかして、毒引きずる、ん？引きずる、ん？ん？違うな。アイテム屋さんに毒消しが売ってあるならば、バトル後も毒は引きずるのかな。いや、ちょっと敵強えな。なんか、いきなり強くなった感があるよ、これ。こっちがちょっと強くなって、ちょっと楽勝ムードが出始めると、次のステージ行くとまた、それをさらに超える強い敵が出てくるっていう、延々インフレ、敵のインフレをこうね、感じなければいけないんだけど。
はい、もうあれだもんね、2人で1体落とせなくなってきたもんな。まあこの辺も真面目に戦って経験値や貯めていくしかないんでしょうけど、オッケー。いやこうなるとねボス強いよ絶対。これ100か。うわなかなか進ませてくれねえな、おい、もう。まあ、多分、このエスポン2人は魔法使えってことだと思う。魔法使えばもっと楽に倒せるとは思うけど。うん。まあ、でも、明らかもう、ここボス戦いるって考えれば、やっぱりちょっと MP は節約していきたいっすよね。この前のボスも結構さ MP 使っちゃったから、ボス戦ワンバトルで使っちゃったんで、はい、まあそういう意味では傷むすり買ってきてよかったのかなって気はしてますけど、どうなのかな。よいしょ。さあ来たね、来たんじゃ、いるいるいるよ、もう毎度おなじみアシュラさんじゃねえかこれ。今作もね、お世話になりますよ。一作目のアシュラはね、相当強かったからね。もう一個か。一個か。死竜。よし。セーブしよう。よし、行きます。いるいるいる、アシュラ。はい、来た。なんだ、君は一体。はい、そうなんです。私がユニットをもらうぜ。貴様らがドグラを倒したガキ、貴様らがドグラを倒したガキどもは残念だが、ユニットはカオス城に移した後だ。貴様らには死をくれてやる。はい。まだ取り巻きが。リザードマン。アシュラ、リザードマン。はい。リザードマンに挟まれているアシュラ。ちょっと待って、魔法を打ちたい。いや、まず防御固めるのが先だよな。まず1体落としたいですね。うーわ、また魔法。ちょっと待って、アシュラこれさ、見た目完全、なんていうの？脳筋みたいな筋肉もりもりで。そういう感じなのに魔法こいつ打ってくんのかよ。俺はがっかりだぜ。おいおい、力勝負じゃねえのかよ。あ、来た、パンチも打ってくんのか？パンチで魔法も打ってくんのか？なかなか多彩だね。器用だね。さあ、行こうか。ケアル。ファイヤー。ちょ、エアロも打ちたいよな。オッケー。いいね。回復量も上がってきたんじゃない？炎に強い。ダメ。ダメ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 。炎に強いか。さあ、プロテスの効果、どうだろう。ダメージ半減されてるかな。はい。ところでこいつスパークとか効くかな。どうだろう。どうでしょうかね。効くかな。クリティカル OK、ナイス。スパークちょっと行ってみて。スパーク。あ、違う。エアロ行って、支流でスパークちょっと行ってみ。聞くな、おい。てか、支流ばっか狙ってるけど、なんなの、こいつ。スパーク。効果がない。まあ、聞かないんでしょうね。いや、聞いたら嬉しいな、みたいな。嬉しいな、っていうね。まあ、いいわ。いや、エアロ効くね、結構ね。ファイヤー、そっち来たか。オッケーオッケー。どうなんだ？もう結構、結構ね。ちょっと待って、ブリザードはどうだ？ブリザード効きますかい？あ、効くね。もう結構、こう、ひよってんじゃねえのか、お前。どうなんだい？
なんだ。いや、ポルナレフがね、わっと危ない、網の目くぐってる、網の目くぐってます。ポルナレフも割と早めに動けるんで、やっぱポルナレフちょっとあれだよな、ヒーラーにしたいかな。ポルナレフね、シルバーチャリオッツ、はいはい、OK、ほら先動けんだよね、やばい、 OK、 ちょうどいいところで、ちょうどいいとこ回復してやった。さあ、それはいいんだけど、それはいいんだけどね、ちょっとね、うわ、くそ、なんか支流ばっか狙われてる気がする。なんなのこいつ、本当にアシュラ、もしかして好きなの、どうなのよ、支流のことが好きなのかい。このまた支流、支流ポルナレフ、支流ポルナレフみたいな、なんなの君は一体、なんなんだ君は一体。 OK OK、 よっしゃオッケー、あ、経験値たくさんもらった。お金もいっぱい。やったぜ。カオスの鍵。オッケー、これでカオス神殿に行けんのかな？カオス神殿ってもう勝手に名前つけちゃったけど。ちょっと待って、強いな。ゴーストリー。やばい、ちょっと回復してないわ。カオス神殿ってファイナルファンタジー1のあれだけどね、一番最初のダンジョン。一番最初で最後のダンジョン。だけども、あ、結構、こう MP も今回余ったな。オッケーオッケーオッケー。じゃあ魔法打ちながらちょっと変えれば、まあちょうどいい感じになるのかな。行こう。あ、違う、まあ道中の魔法回復魔法は人間にやらせるっていう作戦もあるけどね。うん、人間の二人が KR で回復して、で、ボス戦に備えて、エスパーは MP を貯めとくみたいな。まあ、それもありっちゃありか。いや、効くな、結構。強くない？なんか一気に強くなってるよ、これ。おい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 。一気に敵強くなってるね、これね。なんかそういう感じがするな。やっぱ確実に一体ずつ落としてる。行くしかねえかこれ。 OK、 大丈夫、大丈夫かい。はい、 OK、 ナイス、はい、 OK、 ナイス、クリティカル、素晴らしい、素晴らしい。外すなよ、おい、しっかりしっかり倒しきる、やりきることって大事だからね。 OK、オッケー、よし。あ、でも HP もだいぶ上がってきましたよね、レベル上がったことによって。まあこれだから、これで多少はダメージ食らっても大丈夫かなって感じか。くそボス倒してもエンカウントつれえなこれ。いやいやいや、しょうがねえ。オーケー、どうだ？オッケー。まあ、どっかでこれレベル上げてやんなきゃいけなくなるのかな？どうなん、どうなんかな？ちょっとわからんけど。はい。はい。ちょっとね、何度も言うけどテレポ的な魔法欲しいね。おっと、外した。魔法外すってのもあるんだね。そうなのか、魔法が外れるってのもあるのか。ボディアタック、ボディ、ボディアタックするほどのボディってこれあんのかな。開口戦どうだ。 OK、 もう魔法ガンガン使って、くー、効く効
くぜ、炎に強い。知らねえな。もう体勢をもぶち破るみたいな。よし、どうしようかな。一旦ここで区切ろうか。一旦ここで区切って、もう一回町行って、宿屋泊まって、それから、カオスのとこ行こうかな。そうしようか。OK。じゃあ、今回は、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。